Python プログラムの基本の使い方を解説します。プログラムは上から順に命令文が処理されます。この一つ一つのコードを箱だとして、この箱の中に命令文を入れていくことでプログラムが出来上がります。この命令文を書くときの Python の作法を説明します。Python で箱の名前に使える文字列は、A to Z、大文字の A to Z、数字、アンダーバーです。また、数字を文字列の一番初めには使えません。アンダーバーは可能です。大文字、小文字は別の文字として処理されます。これ以外に Python があらかじめ予約してある上記の文字列は使えません。Python プログラムでは主に、ストリング属性、文字列、インテグラー、イント属性、整数の2種類を指定してプログラムを構築します。Python プログラムでは、小数点が入った数字はイント属性ではなく、フロート属性として処理されます。不動小数点を使った計算は機械学習など数式を扱うときに活用されることが多いですが、イントとフロートは扱いが違いますので必要に迫られない限りは小数点を含むフロート属性を利用しない方が安全です。ストリング属性について解説します。Python ではシングルクオーテーションやダブルクオーテーションで囲ったコードをストリングとして処理されます。シングルクオーテーションでもダブルクオーテーションでも違いはありませんので、好みで選んで問題ありません。おすすめは、使うクオーテーションを統一させる。マークダウンを使うなら、バッククオートとシングルクオーテーションは似ているので、ダブルクオーテーションを使う方が無難だと思います。以上のことを踏まえて、Python コードを作ってみます。Visual Studio コードを使って実行します。Visual Studio コードの設定は URL を参照ください。左下の空欄を右クリック。ニューファイルをクリック。test.py。Windows 21と出力してみます。クオーテーションで囲ったコードはすべてストリングとして処理されます。このコードでは、21をダブルクオーテーションで囲っているので、21はイントではなく、ストリングとして処理されます。コードを書き終えたらコントロール S で保存、丸が×に変化すれば書き込み完了です。コードを実行します。ターミナルにて Python、test.py と入力してエンター。Python ファイルである .py ファイルの起動方法はターミナルにて python.py を実行することでプログラムを実行できます。もしも Python2、Python3、両方が入っている環境では python300.py となります。Windows 21と出力されました。では数字の扱いを見てみましょう。上からストリング、int、float です。上からストリング、int、float と表示されました。以上で Python の基本構文の使い方の解説を終了します。今回の解説と詳細をブログに記載してます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、あまりくでの投げ銭をしていただけますと大変励みになります。サイト見てミニマルキーボードを販売しております。Love and Peace!